永英明さんですか？あ、違います。あの、よく似てるって言われますけどね。お父さん、お店の準備があるから、代わりに私がお迎えに上がりました。へえ。まだこんなにちっちゃかったのにな。おかえりなさい。どれどれ。好きだ好きだと書いた手紙読んだ後に
すいません、徳永秀明さんですか？あ、そうですか。